はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは。さあ今回はポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきたいと思います。はい、はい、さあポケモンやってますけどね、西田くんの生放送で、はい、裏マンチャンネルでやったりして、あ、そうだね、このチャンネルでやりましたね。はい、私もね、まあやらせていただいてまして、うん、はい、ね、お互いが、まあ、もちろんクリアはして、うん、対戦に持っていけるポケモンを作ることができたと、はい、いうことで、ちょっと今回は対戦やってみたいんですが、うん、まあ、ただただ普通にやるんじゃなくて、うん、2人で作ったポケモンを合わせてそいつらで勝てるのかと。負けねえじゃん。まあね、ゲーマーでやり込み勢2人が作ったポケモンたちですからね。負けねえじゃんそんな。2人の力が合わさったら。あら、ただ、はい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 、ランクマッチ実装されました。そうですよ、12月2日、はい、はい、されましたけども、順伝統、はい、パラドックスポケモン使えないと。なしです。はい、使ってたなこの感じは。なので、はい、一匹だけ渡します。一匹だけちゃ、そうじゃないの使ってたんだ。はい、なるほど。というわけで画面見てください。はい、こちらです、ドン。はい、この6体のポケモンを使いたいと思います、はい、で、西田くんがくれたのはコータソのみ。飲みかい。いや、申し訳ない、これは。まあまあ、でもね、うん、別に、順伝と、なんだ、あれは、パラドックスは別に、禁止とかでもともとはなかったからね、うん。ランクでは禁止という。使えないんかいっていうね。まあでも、俺は、もうね、それ読みもあって、うん、もう全然、いつもの。ブロスターとかってこれ使えんの？まあまあまあ、って思うでしょ。うん。まあまあ、ぶっちゃけますよ。本当にちょっと作ってみたいから作っただけです。使えた？あ、ちなみにですけど、僕、まあ、基本この3体よく使うんですけど、うん、上から3ね。一カネズミ、リンク、クラゲ、ブロスター。うん、勝率今7割ぐらい。おー、うん。結構勝ってますよ。さあ、じゃあ、はい、ランクバトルいきたいと思います。これも初だから出ます、これ今、うん。はい。さあ、じゃあ、シングルバトル。いいんじゃない？いきたいと思います。じゃあ、この手持ちね。うん、はい。いきましょう。ちょっとコータソは入れてほしいな。じゃあ、曲はスターダンボスでいいですか？どうぞどうぞ。はい、毎回やってます。コータソ入れてほしいなぁ。いや、それはもうでも、相手のあれによるよ。まあまあまあ、まあ、手持ち、もう超水とかばっかり。あ、水だったらいいよ、コータソ。あれ、水いけない。だってテラスタルで臭いになるから。なるほどね。あ、そうそうそう。さあ、相手来ました。この相手の、ちょっと、俺いい、うん、サーフ号は、うん、もうこいつもサーフ号を倒すためだけに入れてるから。まあでも相手が選ぶかはわかんないよ。俺、サーフ号入れてて選んでない人、今一回見たことないっす。一回見たことないです。早口。サーフ号使ってて、使ってない。じゃあ、俺、いいですか？陸グラゲ、1でいいですか？まあ、いいよ。どうする？コータソ入れるなら、でも、特殊耐え、打撃耐えになっちゃうけど。まあ、コータソでいけるのがいるならいいよ。こんな。もう全員いけるよ。行こうか、じゃあ。うん、全員いける、全員いける。じゃあ、最初で、1番目でいいの？1番目は、なんか、ああ、そっか、タスキ持ちが、そっか、ポットですか。そう。ああ。まあ、ポットデス、コータソ、ブロスターとかね。ああ、ポットデス行こうよ、一番最初。じゃあ、一番。で、相手、カバルドンとか出してくんのかな。まあ、超無難なのこれ。あ、でも、一カネズミ行く。相手、ゴースいないもんね。ああ、サーフ号か。じゃあ、サーフ号、コータソで倒してよ、じゃあ。サーフ号は、まあまあまあ。倒せるなら、もうこれでいいんだよ。うん。俺、サーフ号だけだから、陸クラゲいないんだったらね。ああ、全然。だって、火だもん。まあ確かに鋼だもんね、うん、鋼ゴーストだから、うん、いけるな。怖いな、なんか。いや、俺もね、実際ね、これ真面目な話、はい、そんな体勢回してないから。まあそうね、僕も別に10回ぐらいかな。そうそう、これがこうこうこうだよねが言えないんだよね。ほら、カバルトンだよね、やっぱね。お、色違いカバルトン、うん、で、砂嵐でタスキはげるでしょ。砂嵐だね、砂起こしだね、うん、だからもう変えなきゃいけない。コータソ耐えれる、耐えれる。じゃあコータソいきますよ。あ、ダメだ、地震打たれたら終わる。あ、でももう変えて草にしよう。あ、変えて、うん、草テラスタルで一撃、うん、オッケー。攻撃技振ってくんのかな。いや、多分ステロとか巻いてくるでしょ、多分。うん、多分ステロ巻きだと思う、最初はね。絶対だってこいつに積むもん。うん、左でね、うん、消して消して、うん、そうね、はい、いいよいいよ。そしたらもうテラスタルで空いっちゃう。俺も空ビーム打っていいと思う。オッケー。まあ、イカネズミは、まあ、なってないか。そら行くよ。じゃあ。うん。行っちゃうよ。まあ、引き読みでね、ステロ巻いてもいいけどね。あー、そうか。うん、こっちもね。うん。引かないんじゃない？いや、あのさ、この対面。うん。
相手からしたらさ、なんでコータス出してくんのって話なんだよ。確かに相手からしたらんってなる。そうそう、あもう照らしたらすんじゃんっていう話だから、なんかあるなっていう、ね、そうそうそう。それでやっぱ引き、あ引かないんですね。まだそこまで行ってない対戦が。見てうわカチコチ光吸収、本当は一旦かかるところを左なので一発。一応左8ターン続きます。あの持ち物の、あーあのなんだっけ、熱い岩だから、熱い岩、うん、ああ耐えるか。まあ引くだろうね、引く読みステルショック、引く読みであくびかステルショックで、あのあいつがいるサーフ号だとあくび効かないでしょ。じゃあステルステロでいいんじゃない。オッケーステロ、うん、だろうね。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。いいじゃん、上取れてるよ。いいよ、ウルガ、あまあまあ草だからか、うん、火でね。あー火か、うん、どうしよっかな、これどうしたらいい。ウルガモスって特殊かな。特殊じゃないかな。したら受けれないね。でもこれ出しちゃうとステロで気合いの助けなくなる。一回のずみ防御力ない。じゃあもう落とすしかないね。コータス、コータス落としで、うん、ワンチャンあくび、あいや、あーあくびやっててもいいんじゃない。あくびでいいね。あくびして、うん、あ、炭か。あ、じゃああくびで。お、いいじゃん。ロブちゃん。絶対引かなきゃいけないと。うん。まあ引くか、殴って落としに来るか。うん、いいんじゃない。あくび。じゃあ、炎打っとく、オーバヒ。うん、待て。うん、オーバヒでいいね。引くこと読んでソーラビー。いや、オーバヒでも落ちると思うよ。オッケー、オーバヒ行くよ、うん。いいと思うよ。うん、虫でした。あまあまあ草だからね。そうだね、うん、さあさあデラスタル使っちゃって、まあ、ただ相手絶対次行く。これポットデス熱いんじゃない。いやステルスロック。あーいやでも相手寝るから、まあ落とせる。ただいやいや一回やって空やぶいけるっしょ。あまあね、うん、ただ一回ネズミのお片付けあるんですよ。お片付け、ステルスロック片付けて、あのー、ええーまあでも味方の方だからやめた方がいいか。ポットレスカラヤブする。ポットレスカラヤブでいいんじゃない。行っちゃうじゃん、はい、うん、カラヤブしたらだって抜けないっしょ。抜けないと思う、うん、で相手タスキハゲるし、これめっちゃいいと思うよ。うん、カラヤブしまーす。すごいいいと思うけどね。あれ残す、まあ捨てるってことだよね。なるほどね。うん、ダメだ。でもこいつ特殊受け強いとかないよな、ウルガモス。いや、カラヤブやったらもう無理だろ。さすがに無理か。はい、特攻軍、攻撃軍、特攻軍、素早さ軍、いいね。して待って、まあ相手がノーマル、もう一匹がノーマルじゃないよね。ノーマルいなかったでしょ。うん、呼んでみてます。おいしょー、変えないと思うんだよな。どうかーん。あ、大丈夫。うわ、耐えるんかい。大丈夫、あの、こっちが上取ってるから。いや、今これ起きてたらやばかったね。まあね、しょうがないでそれは。うん、はい、きます。硬いんだね、ちょっとウルガモスも。中継、うん、これも剣盾にいなかったよね。いなかったね。剣盾の前のポケモンだもんね。うん、わかんないけど、うん、これ強いんだよな。ポケモン自体は知ってる、なんか対戦で使われてたのは。うん、人気ポケだった。うん、あー、サーフ号ね。サーフ号かー。ステロ食い込む。まあでもスピードこっち取ってるんで、まあ、これ打って。まあそうだね。うん、打てるだけ打ってるいいと思う。うん。ズンズンドン。うえい、おい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 、おい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 。いいじゃん。まあコータスソーラービームはさらったね。うん。うん。あくびもだしね。うん、あくびも素晴らしい。でかぶるともう勝ちじゃん。はい、もう勝ちです。もう下がります。ああ。ピコちゃん。おい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 、一カネズミ見たかったな。一カネズミ使いたかったけどな。ちょっと待って、大丈夫か。なんかノーマルテラストとかないよ、さすがに。ないだろ。いや、あったとしても一カネズミで。あー、コウさん。ありがとうございます。いいじゃん。いいじゃん。一生。でもコータスは絶対入れて。まあ、ニスダの範囲だからね。そう。絶対に。それ、フージの、あれ、対戦じゃん。陸クラゲ、あ、ごめんなさい。陸クラゲいなくなっちゃうな。さあ。行きましょう。お、ミミッキュいる。ミミッキュは、僕のだと、でもそうか。え、鋼に弱い、ミミッキュって。弱いけどか。いや、もう2発投げなきゃ関係ないのよ。2発投げた先制技型破り持ってなきゃいけないのか。うん、なるほどね。
牽制してもう一回殴るとか、コータスで眠らすとか、あー、あくびね、なるほど、あくびすんのはあれだな。何から出してくんだろう、巨字音から出てくんのかな。あー、まあ受けだよね、受け、受けってか、その起点、その一番最初、一番最初、うん、はい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 、あれ上のロトムってあれ何だっけ、草ロトムかな、草ロトム、ただ草、草電気かな。巨字音来るだろうな。なるほど、巨字音来たら、巨字音はさすがに一カネズミ無理かな、岩だからね、で防御高いしな、さすがに無理か、ちょっときついかも。まあステロ、こいつはそいつは草地面だからいけると思う、草あるから。あとまあキノコの、あと何覚えてんの、草、キノコの方し、宿り木の種、大地の力、たたり目、あ、まあ草ね、地面があるの、まあ行ってみるか、あ、ミスちゃう、俺のリフクラギミスちゃう、うん、いいの、これでいいべ、撃退撃退3体撃退、撃退なの、リフクラゲは特防は高い、めちゃくちゃ特防タイプで、で素早さも100あるのよ、個体値、あ、小6値が、だけどキノコの星使うと高校になっちゃうっていう。さあサーフ号が来ないっていうね、このリクラゲサーフ号用なんだけど、あ、じゃあもう他で出しちゃダメこれ、いや意外と見れると思う、ドラッパルと、ドラッパか、ドラッパって物理だっけ、あれドラゴンアロー、うん、あ、じゃあ無理です、無理無理です、早くも無理です、はい、あれコータス、コータスは物理、あ、そうか物理、うん、たまに特殊いるけどな、ドラパルト、たまにね、特殊ドラパルト、うん、なるほど、特殊ってあるの、流星群、流星群だな、結構下がっちゃうし、ヒデリ、そしてソラビームをコンボ返り、コンボ返り、あー、じゃあ使う無理って思ったのか、まあそうだね、まあ様子見でもう一回これやるのかもしれない、なんだリククラゲってね、うん、確かに、さあなんだ、アゴ、ワニ、あー、ラウドボーン、ラウドボーンだ、あれでも別にラウドボーン、あ、そっか、今一つになっちゃうか、何してくんだろう、まあ、怠けるの回復とフレアソングっていうので、いやいや、分かるんだけど、そう、そう、特攻が上がってくんだけど、うん、特殊系じゃないからね、これね、確かに、アクビシャを、なんとの、とりあえずね、あ、まあ、もうフレアソングを押してくんだ、いや、まあ、火だからね、耐えて、アクビする、下げざるをえん、下げると思うけどね、どうだろうね、ステロマックか、うん、これだけ仕事しましょう、そうだね、そうすればでもそれでとりあえず、あー、オッケーオッケー、ラドモス、ごめん、いいね、ステロ負けたのはでかいよ、トラパルトかな、トラパルトね、うん、もう覚えたな、あの、うん、ソードシールドでめっちゃ見たもんね、あれだけステロ巻いて、耐えるのか、まあでもトンボ返りならトンボ返りであくび強いし、うん、どうなんだろう、いや、あくびで、いや、相手のドラゴンアローなのか、ドラゴンアローかな、 あ、耐えるね、いいじゃない、肩コータスで、相手が殴っ、引くと思うんでね、さすがに引く読み、うん、引き読みポットです、うん、いっちゃう、うん、いいんじゃない、うん、おお、うん、で、からやぶしましょう、はい、ステルスロック食い込みますよ、骨盤強、強護衛ワニ、確かにそのまんまだなすげえな、お前骨のマーク書いてある、声でかいワニだもん。さあ、なんだ。ああ、食べ残し。食べ残しかな。うん。だ、もう超こらえる系だ。からやぶですね。まあ、先制技なければ。先制技ないはず。ないか。ちょっと炎ドラ、炎ゴースト。うん。かき打ち飛ぶ。いや、覚えんのかな。旅で使ってたけど。覚えるなら。やばいですけど、で急所でこれなんだ、変にタイの腹立つ、変にタイの腹立つ、先生技ないと思うけどな、ない読みで
まあ、あってもなくても打つしかないから。まあ、冬打ちはダメなの。冬打ちはね、あの、打撃だからね、あの、あ、振ってないのか。物理だからね、そう。物理、あ、いいね。ゴーストだから、落ちんじゃない。うわー、耐えるか。耐えるねー。でも、あれは多分冬打ちできる。あ、なんか、打ち耐えるのか、これ。いや、これ耐えたら負けっすわ。まあ、そうっすね。これ耐えたら負けっすよ。カラヤブポットルスのシャドボ耐えちゃ無理だな。まあ、耐える方なんだろうね。ね、うん。特殊を耐える。だって。一応特防はあるけど、特攻2段階上がってる炎でしょ。特攻2段階上がってる。相手、フラーソングで。ああ、そうだね。だから、ここ で、まあ、ここで 一撃で倒せばいいんだよ。どっちの方が来る？こっち？第一の方が来る、うん、で、素早さ100あるから、まあまあさすがに上が取れるから大丈夫でしょ。よし、いいね。うん、よかった。で、でもドラパルトは耐えないね、多分。だって打撃でしょ。うん、なんて耐えないよ。ドラパルトどうしよっかな。だって一カネズミだと負けだもんね。だからドラパルト落とせなきゃダメなんだよね、こいつで。そう、てかもう1ヶ月もいない。ああれ何だったっけ。リククラゲコータスポットス。あ、そっか。そう、でもこいつで行くしかないんだけど、まあ、耐える読みでキノコの方針。どうせ相手の方が早いから。ドラゴンの方が早いの100以上。いや、耐える読みでキノコ、あ、耐える読みでキノコの方針。そう、あ、耐える読みでキノコの方針。これ何、草か。うん、草使っちゃっていいかな。あ、草でもやってもいいね。草になるんだけど、うん、地面に耐えようこいつ。だって相手の方が絶対速いでしょ、これ。ドラパルトの方が100だから、初動口、あの、うん、リップラゲは。だったら結局残せないと負けないのか。あっ、耐えた。おお、耐えた。えらーい、リックラゲ来ましたよ。あれ、もう一人見てない今。見てない。変えないかな、変えるのかな。ここよ、変えると思う、変えないと思う。もう落とすから。でも変えない、いや俺変えないで落ちる選ぶ気もするな、確かに。あ、じゃあそうだよね、ここで変えると、あの、結局また眠りがちょっと、うんうん、して当たり目がね、ちょっと打撃なんで何とも言えないんだよね。一応入れてはいたけど、だから第一で、いや、これ速攻高いのかな、ドラパルトって。いや、紙だと思う。ほんと、じゃあ第一の方がいいかな。これ、あ、いや、畳でいいか。畳でいいか。抜群だし。抜群だし、寝てるときに。これ1入ってる。入ってない。ゴーストだから。1.5 の90か。あ、状態以上大ダメだ。うん、多分こっちの方が減ると思う。よかった、やった。たまに起きるか。でもね、裏に勝てないで終わるんだよね。いや、1連携。まあ、これで、これ。じゃ、いかないかな。8分の1。おい、あ、これ行くんだ。8分の1分やどり切って。おいしい、おいしい。でも、もう負けなんだよね。いや、わかんないよ。もう全然、あの、リククラゲに勝てないやつ来るかもしれない。いやいや、これは削り切れるでしょう。ミミッキーかな。うん、なんで取っといたんだ。終わりなんだよね。さすがに殴ってくるよね。ああ、さすがに殴ってくる。まあ、は、なんかわかんない、もう。でも眠れすないと勝てないから、もう。まあまあまあ、なんかつるまいしてください。じゃあ次は、いや、じゃれつく外すあったから。確かに99だった。しかなかった、これしかない。だって無理だよ、早く、早さ負けるから。もうやっぱね、ミミッキュ見れないともう負けなのよ。ミミッキュは絶対見れなきゃいけないんだよ。今回のデートはミミッキュが特にね、またソーシルの時も強かったけど、まあ、ずーっと強いじゃんこいつ、うん、もうこいつはもう絶対見れるポケモン入れてないと勝てないね。そう、まあでも、そうだな。殴りに来て。ジャイルスくん、外せ !2 回外すかもしれない。全然あるよ、マジで。それからなんか、ちょっと、あの、つるまい絶対、つまらないな。つるまい、つまれてもね。頼む。全然ある。外すってあるから、やっぱり、ポケモン。ポケモンってやっぱ2回外すあんとか、ま、外して負けるあるからさ、ほんとに。お願いだ。うわー、4分の1、確実に。もう、やっぱ甘くなかった。
実に殺す。絶対満たす。これでだって首まだあるんだもんな。強いな。そうなのよ。そうなのよ。そら強いわ。だから2回攻撃系とかが強いのか。うん、こいつに。そう、ね。だからドラパルトとか入ってんだよね。あら、タニマシンガンもありだなマジで。ちょっとこれはちょっと2人でもうちょっと練り直さないとな。まあそうだね。折れた。新しいまた環境になって、うん、ね、いろんなポケモン出てきますけど、うん、ミミッキュは変わらずやばい。まあやばい ね、やっぱ強い。今回でもほらドリューズいないじゃん、うん、俺ドリューズでしか倒した覚えがないからさ、うん、いやだから ドラパルトでいいよ。あ、ドラパルトでいいのか。うん、ドラゴンアロー2発で。あ、そっかそっかそっか、うん、ドラパルトもいけるし、まあなんか型破のなんか型破りをね、うん、入れるとか。だからデカヌちゃんなんじゃない。あー、そっか、うん、デカヌちゃんもありだね、うん、なるほどね。その辺入れてないともう勝てないやっぱり。っその辺を入れないと、うん、ちょっと今回は、まあ、ルールの改定があったことによって西澤君の、ポジアンとちょっと作っときます、すいません。巨大な、なんだっけあれ、はい、あれがちょっと出せなかった。はい、そうです。まあ今度はね、ちょっと俺も考えてくるわ、うん、もうちょっとちょっとお願いします。うん、というわけでちょっとこんな風に、はい、レート戦やっていきたいと思いますし、はい、もうお互いもねそれぞれやったりするんで、うんうん、皆さんもポケモン遊んでみてください。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、またね。チャンネル登録お願いします。